はい、皆さんこんにちは、アチでございます。太鼓さんの秋野さんパート123ですね。やっていきたいと思います。ここはもういいよね。で、あそこですよね、甲府ですよね。ここだね、直轄。あー、まあここはいいでしょう、甲府の街ね。はい、座でね、この町の規模、あ、まだかい、まだそんなことのかい。ということは、さっき投資しちゃいましょうか。もう2万、あ、ちょっと待ってね、相場調査をしてみましょう。17。そういえば部下の方たちは投資4万貫とかしてましたね。すごいね彼ら、2万貫。私ちょっとケチなんで2万貫で許してください。はい、で売却ね。で、タイガ30巻でしょ。で、お茶はダメね。キュウリ5巻。あ、ダメね。購入ね。あ、カラカサ。あら、カラカサ32巻。高いような気がするんだけど。まあ、いいかな。で、銅でしょ。はい、で、ちょっと投資しちゃったもんで、民家行きましょうか。この人誰？あ、この人はあれなのね。ああ、酒だけ、酒じゃないわ、お茶だけ飲んでいきましょうか。とても喜んでくれましたね。で、行き先指定ね。帰り道中寄れそうなところ、ああ、伊豆市寄っていこっか。はい、戦いますね。もうね、ここでどう？はい、で、入って、こう。で、こうかな。で、こうだろう。はい、あ、岡崎の町寄って向かったかな。で、伊豆市の町で売却しましょうか。あ、カラカサ43巻ね、30何巻に買いましたからね。で、お茶も売れますね。もう隣の町って行くやり方はちょっとダメですね。ダメというか、それやっちゃうとあまり遠くまで行けなくなっちゃう。で、交易品購入ですね。あ、硫黄買っちゃおう。あ、ただ硫黄は九州行くまでに売りさばかないとダメですね。九州入っちゃったらね、全然ダメになっちゃうんでね。はい、じゃあ九州の手前、民家、道場、普通の人か。だもんで、松江の町ぐらいに咲きましょうか。はい、この辺でさばいておきたい。売却ね。ああ、銅がさばけるね。硫黄、ああ硫黄もさばけるね。ちょうどよかったですね。鉄はさばけないんですね、この辺ね。だもんで、あ、油紙かなりでかくなってきてますね、日本が。この日の元がね、かなりでかくなってきてますね。鉄でいっちゃおっか。まだ買える？あ、まだ買えるね。紙いっちゃおう。ね。はい。じゃあこれでね、帰っちゃわないと皆さんの報告も聞かないといけませんからね。はい、もう族の方はね、もうなかなかないですよね。もうね、襲われる機会がね。さあ、これで9万貫ぐらいにできないかい。あ、違うわ、ごめんなさい。そんなことよりも自宅に帰って入金先にした方がいいんですね。あぶれないんで。はい、締め終えた方。あら、借金取り失敗か。そうか、なかなか人を出世させるの難しいですね。あ、西川さん投資がいまいち。
ヨダヤさんがね、うん、うん、三四郎さんが頑張りましたか。お茶会開きましょうか。はい、さあ金庫に入金、店のお金5万缶入れましょう。で、店に行きます。で、人事昇進できる人いない？いないか。で、支店情報ね。あ、なんとか10万缶超えましたね。販路情報見ましょう。あ、プラス4,000の中だったらいいよね。特産品の買い、あ、できんの？はあ。あ、紫と綿か。おう、はい。あ、なんだ？綿布？綿布って呼んでいいのかな？はい。お、鹿児島の町で、おう、特に、薩摩？なんだこれ。一回見に行って、あ、見に行っても無駄か。え、まだ作られてないもんね。支店出すお金はちょっとつらいね、まだ。指名伝達ですね。あれ、人物情報。ね、あ、4人、5、6、7、8、9人。9人いるんですね。9人いるんですけど、7人しかいない。あとの皆さんは、どっか行ってるのかな？どっか行ってるのかな？きっとそうなんでしょうね。命令出さなかったらあれだもんね。それかなんか規模によるのかな？じゃあ指名の伝達しましょう。西川さん。西川さんね。投資してもらいましょうか。あ、26まで行きましたね。はい、投資してもらいましょう。1万缶でね。で、淀屋さんは、淀屋さんは氷菓子しましょうか。で、孫四郎さん、あなたは投資で。船井の町ですね。で、大久保さん、あなたは算術が得意なんで、算術ね、特産品調査、北陸、まあなんとなくですけどね。この方もね、いいんですよね。弁舌、あ、借金取りは、なんでできないんでしょう。あ、金貸してないのかな、ひょっとすると。となると、算術弁舌、算術が得意じゃない。あ、店の宣伝ね、しましょう。はい、で1万缶ね。で、門倉さんじゃないわ、住倉さん。あ、この人もね、すごい人だよね。店の宣伝できんのかい、こっちは。あ、できない。店の宣伝じゃなくてね、じゃあこの人はね、鉄砲購入してもらいましょう。鉄砲購入ね、もう1万缶で行ってください。早く修正させてあげたいから。あなたもね、あなたね、何しよう。店の宣伝やってもらおうかな。あ、お金かかんのね。じゃあね、やめてね、行商、何売ってもらおう。そうだね、特効薬、特効薬ね、50、もう最大ちょっと買いに行ってこう。決定でね、はい、料理よろしゅうございますと。よし、民家誰かいたっけ。あ、そっか、私の部下さんですね。今の感じでしたら、あ、そっか、さっきここから撃っちゃおう。あ、道場じゃないわね、道場じゃないですよ。座でね、売却ね、紙、もっともっと支店をね、
出しまくらないといけない気がします。油紙安いね。購入何か買える？これね、なんで綿布ね、で、あ、麻布？麻布そっか、麻布って土地の名前かこんだけしか買えない。17巻で買ったのかな。それ以上で売ればいいっていうことですね。さあちょっとね、とりあえず医者いるとこに行って買わないといけないんで、鶴ヶ行きましょうかね。鶴ヶまで行っちゃいましょう。で今回は北海道あたりまで行こうかな。いい、戦います。195勝でしたか今ねえ見たら。よしここで、はい、あ違ったね。ここかな。おお、さすがに2回ののしられたらあれですね。あ違った、ここかな。よし、いける、いっちゃおう。はい、お2人とも当たりますね。はい、ありがとうございます。鶴がお医者さんいましたからね。まず医者、お医者さんのとこ行って薬買いましょう。決定最大ですね。はい、そんな気がしてなるねお医者さんはなんかあれだね、くれないですね、カードをね、なかなか簡単には。道場どうだろう。お、我が道場に、あ、そうだ、これ師匠だ、この人師匠なんだわ。そうだね、出会わせ、いやもうそういうことないわね。そうだ、師匠に道場破りしてもね、まあできないですけど、しそうになりました。売却鉄、32巻で化けてくれましたね。で麻布の27巻ね、これ17巻かなんかで買ってたでしょ。油紙、こんなものこんなものかい、ちょっと残念だな。ここ紙あるもんね、関係あるかな。油紙ちょっと握ります。俵物はこれはいいですよね。海外行くのね、どうだろう。海外はね、往復でほぼ2ヶ月かかっちゃうんでね、ちょっとビビっちゃいますよね。民家いますか。あ、いっぱい、あ、そっか、朝倉さんだらけだ、ここ。技能。あ、そうね。弁舌三術、この人か。この人は商人さんだね。そら商人さんだったらダメだね。そうだね。というわけで次はどこ行こうかな。あ、ここなんかあったような気がするね。輪島か、輪島ないか、富山だっけ。あ、せっかくなんで金沢の町通り過ぎるんだったら泊まりましょう。はい、道場ある。あ、はいはい、我が道場に来たな。あら、道場破りはできないのね。てか道場開かないとできないのかな。もう忘れちゃったね、だいぶ長いこと前のことなんで。いや、いいです。まあ目的はね、商人なんでね、商いなんで。もうね、30巻超えますね、油紙ね。いいでしょう。で、紙。さっきのとこやっぱり安かったような気がしますね。で、俵も。ね、覚えれるんですよね、レートがね。そば。10巻超えたらね。あ、ごめんなさいね。そういや、太鼓さんでやったとき全然レートが覚えませんでしたね。まあ、商人でやったら大事なことだから覚えれるもんですね、意外にね。あ、キート17巻ね。
まあ、てかしょっちゅうザーね行ってるでね、そらそうですよね。ナス、味噌、レンコン、あ、レンコンは売れたかな。はい、あ、じゃあですね、ちょっと時間よろしくなりましたね。この辺で終わっておきたいと思いますね。太鼓さんのアキンドさんで、ね、パート123ですね。この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。